全部あるでしょ。ああいうとこも字が入っちゃって。本当にあれだけね、説明でやるとね、だからこれも屋根がなければもっとも全部見えるんだけど、屋根で遮られてるし、木があるし。私もやっぱりここが一番よく見えるんだね。ああそうだね。ここだとこの幅あるからね。この屋根がなかったらもっと違ったけど、屋根もあるから。でも雨降ったりするとこれを見つけたりとか、ここが、ここが一番でも広いんだね。この幅が向こうより。ここもまあそこがあるけど、だって普通ならそこまで映るんだから。東京でよくやるんだよこの後、クリスマスの頃で横浜でもやったから。もうちょっとこんな感じで全体が明るくなるの上もだけど、ほらあれの具合でこんなな、うん、本当はもっと綺麗な色に出るのそう、出ないの。黄色ももっと綺麗に出るんだけど、全然見ないでもね。良くないの。これもちょっと変わってるけど。ピカソみたいな。ぐりゃ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 。もっとね、これはね、あのなんかこれはもう漠然としたようです。もっとこれがなんか花だとかなんかで、いろいろと本当はなるんだよね。この人のこれはこのアートなんだけど、いろんなのがあって。できるんだよね、これも。ツリーをね、ちょっとツリーがこういう風になるとか、変わっていくのに、サンタクロースが出てくる。